はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル、ハル99です。今回ですね、ボードゲームニュース2021年2月7日版をですね、お届けしたいというふうに思います。The Game Gallery。はい、ということでですね、今回もですね、ボードゲームニュースね、2021年の2月7日版をですね、お届けしていきたいというふうに思います。まずはですね、いつもとですね、国内ニュースですね、こちらの方からお届けいたします。こちらですね、マグノリアですね、アークライトさんのですね、まあ、国内のラインナップということの新作ということで、マグノリアがね、いよいよ詳細が発表されてきましたね。マグノリアといえばですね、ゲームデザイナーが上杉さん、イラストデザイナーの方が長谷川鳥さんということになっておりまして、デザイナーのね、上杉さんといえばですね、ボルカースとかね、作られている方ですけども、このコンビのところの新しい作品が出るということになっていますね。まだね、詳しいですね、ゲームのシステム等がね、出てないんですけども、2人から5人用で10分から20分というね、非常に軽量なゲームだということで、気になっているキーワードのところが、手元のところにですね、まあ、王国を築くというようなキーワードがあって、自身に与えられた 3×3 の場のところに手札のカードを配置していきましょうと。どうもカードを見てみると上下左右のところにアイコン書いてるので、それがくっつくように置くと能力が発動するのかななんていうことがあって、ちょっと変わったタイプのね、手元の方のタイル配置じゃなくてカード配置によるアクション解決というタイプになっているゲームじゃないかなと思いますね。これね、なかなかですね、このぐらいのプレイ時間のところでは凝ってるゲームということで、ちょっと気になってますんでね、こちらの方は要注目じゃないでしょうか。こちらのマグノリアの方は3月の11日発売予定ということになってましたね。来月の発売予定ということが詳細が発表されました。これもね、いいですね、気になりますよね。もう一つこちらですね、アグライさんの方の記事ですけども、1月29日に出てましたね、イーグルグリフォンゲームズ社のですね、まあ商品の完全日本語版スケジュールにつきましてという記事がですね、上がっていましたね。まあイーグルグリフォンといえばですね、まあ国内流通しないというね、メーカーとしてちょっと前まで有名でして、まあ、海外から新作を買うしかないなとかね、いうことをよく言っていたもんですけども、最近の方ではアークライさんの方からですね、取り扱われるということになっていまして、いつかね、発表になるんだろうとね、思っておったんですが、それぞれね、細かいスケジュール出てきましたね。まずストラグルエンパイアリニューアル豪華版とオンマーズ完全日本語版は、まあ、3月頃から発売していきますよということが今アナウンスされていますね。ストラグルエンパイアではね、もうザ・ゲームギャラリーの方でもね、ご紹介しておりますけど、マーティン・ワレさんの方の2004年の作品ですね、2つのチームの方に分かれてですね、このね、欧州のね、列強たちがですね、それぞれの世界のところに進出していくというね、バリンバリンのマルチゲームですね。なんだけど、この毎回2チームに分かれるというのが非常に魅力ですよっていうね、まあ、超絶苦手なね、マルチ苦手な私でもですね、たまにやりたくなるっていうね、このね、非常に魅力あるんですね。ああ、マルチがあってね、やられたなと思っても、あ、もう一回やりたいなとかね、たまになるんですね。これ不思議な魅力なんですけども、こちらの方が新しくなって、古いバージョンの方の細かいルールの不要なところがカットされて、新しいバージョンの方ではルールが整理された。非常にプレイしやすくなりましたよなんていうね、すでにお届けしておりますけども、こちらの方が3月と。で、同じくですね、オンマーズですね、ラセセルさんのね、最新作ですよね。こちらの方のゲームの方も3月に出るということですね。まあ、ゲームマーケットのね、この前の秋の方で先行版の方でも入手された方もいらっしゃるとは思いますけども、こちらの方も3月に出るということになってますね。ちなみに私、こちらのオンマーズの方ももちろんザ・ゲームギャラリーの方ではご紹介しておりますが、オンマーズのですね、拡張セット、サバイビングマーズですね、ザ・コーポレーティブ・エクスパンション・オンマーズっていうね、2021年ってね、このオンマーズの方が協力ゲームになりますよっていうことになっていて、どうもこの後2021年には発売になるということがあって、いやーこれもね、話せませんよね。チャプター1234ってことになってて、これも日本語版出るのかなとかね、ドキドキしてる作品ですが、まあ、こういうのも控えたストラグロブエンパイアの日本語版のところとオンマーズの方は3月ですよということになってましたね。で、同じくですね、ロココの仕立てやですね、リニューアル豪華版っていうのをですね、完全日本語版とグランデ完全日本語版っていうのがこれ2つあるそうでして、こちらの方はですね、もうすでにもう販売の方が終わっていますけども、2月4日の方からクライトの限定の方で1回販売ということと、一般の方の販売は2021年の4月からということになったので、まあ、3月にね、先の方のストラグルエンパイアとまず出た後の4月からですよということになってましたね。これロココの仕立て屋の方はですね、拡張セットが結構入ってるんですけど、グランデにしか入ってない拡張がね、いくつかあるんだなと思いますけども、私の場合ちょっと直接イグルグリフォンから購入したので、この差をちょっとはっきり分かっていませんが、多分購入直接したやつとこのグランデが一番近いんじゃないかなと思いますね。基本セットの方は絶対両方とも入っているので、あとジュエル拡張って言われてるやつもね、多分両方入ってるんじゃないかなと思いますね。まあ、こちらの、ね、最終的な中身がね、公開された時にご覧ください。一応ここの方はこちらですね、ロココのデラックスエディションというようになってますね。ものすごい全体が豪華になりましたんでね、もともとのロココね、もともと面白いですからね、あれの拡張セットがね、非常に低
手に入れにくかったので、この宝石拡張っていうのが入って、細かい拡張いっぱい入ってるんですよね。ロココのやつ、私が直接購入したのは6つぐらい拡張のミニセットが入ってるのかな。ミニ拡張がバラバラバラっていっぱい入ってましたので、まあ、それの入ってる分量が違うんだなというふうに思います。こちらのね、ご希望の方はね、4月の流通時にですね、グランデの方は直販しかないんですけども、一般の方は流通するということになっていましたので、そちらの方も合わせてチェックください。で、最後のこの看板ですね、看板 EV ですね。で、こちらの方は2021年2月の18日ですね、このニュースの大好き翌週ぐらいですかね、10日後ぐらいですね、のところですね、アークライトの方で限定販売の寄せ、アークライトショップの方で数量限定ですね。最近アークライトさんこのパターン多いですよね。先行の方でアークライトショップの方で先に売りますよというのをやりますよということで、その後のやっぱりこっちの4月ですね、さっきのロココと同じタイミングの方で、まあ、一般流通していきますよということがアナウンスされていましたね。で、この看板 EV こちらですね、これも2020年の出てますけどね、ラセルさんのね、まあ、さっきのオンマーズに並ぶぐらい重いこの車の生産するゲームですけども、こちらの方が日本語版で出ますよということになっていましたね。まあ、こちらもね、キックスターター等でね、入手されている方もいらっしゃると思いますが、オンマーズに負けず劣らずの 4.40 というね、重いゲームですけども、プレイ時間が60分から180分というになっていると。これ私の前にファンいらっしゃるんですよね、根強いファンが多いっていうね、この看板のことになっていますので、こちらの方も4月と。まあ、どれもですね、もうイーグルグリフォンのやつはね、箱もでっかいし、値段もいかついということになってますね。どれを購入するかっていうのは非常に悩ましいところでありますが、3月のストラグルエンパイアとオンマーズ、4月の方のロココと看板イーブというふうになってますんでね、まあ、もともと非常に入手しづらかった、このイーグルグリフォンゲームのやつが次々と手に入るというチャンスでもあると思いますんでね、それぞれご希望のゲームがあればチェックされてみてはいかがでしょうか。さあ、そして次はこちらですね、ホビージャパンさんですね。2月の2日の方ですね、ツイッターの方で公開されましたけども、いわゆるスモールワールドの最新版ですね。もう随分ね、スモールワールドで拡張とか出てないなと思っていましたが、ワークラフトの方とコラボしました、スモールワールドオブウォークラフトっていうね、こちらの日本語版の方の発売の方が各取引先に始めましたよということになっていましたね。いやー、こちらね、まあ、本家の方とかでね、もうね、日本語ルールとか出てたのでね、まあ、ホビージャパンさんが扱うんだろうということは、もうしばらく前の方から言われておりましたけども、欧米の方ではもう英語版出まったんですよね。もう一体いつ日本語版出るんだとかね、やきもきしておりましたが、この2月の2日の方に、ホビージャパンさんの方から公式でアナウンスがあり、これを収録している時点でいくつかのショップさんでの予約も始まっているということになっておりましたね。こちらね、もともとね、オリジナルのね、このスモールワールドですね、2009年の作品ですよね。このフリップさんのね、もともとビンチやなんかからね来てるやつですけども、この各種族を持つんですけども、各種族は種族の特徴をね、2つのタイルから合体して作るんですね。なので今回の方はドワーフなんだけど沼が得意なやつとかね、すごい増えるだとかね、この数があって、エルフのほにゃらら、なんちゃらエルフみたいな、足し算することによって毎回その種族の能力が変わりますよっていうことで、ここのところの各地のエリアのエリアマジョリティを取っていきますよっていうのをあっちこっちの取り合いするというですね、まあ、ゆるいこの地形マルチっぽくなってるんですけども、そんなにガチじゃないというところで、この非常にプレイしやすいというところ非常に好評だったんですね。で、すごいあちこち拡張セットが出まくったんですけども、一通り終わったなというところで、このスモールワールドワークラフト、こちらの方はワールドワークラフトのキャラクターですよね。このオークがいたり、ヒューマンがいたりですね、このパンダ一族がいたり、トロールがいたりっていうね、このワールドワークラフトの世界観のところのキャラクターを持ってきて、うまく2個1で合体したということになってですね、こんな形になってますけども、全部ワールドワークラフトに出るキャラクターですよね。で、こちらのところに出てきたということになっていて、そこの日本語版の販売が待たれてたというゲームですね。で、こちらの方はですね、一応ホビージャパンさんの方のツイッターの方にはありましたけども、いろいろ拡張すると混ぜれるものは混ぜれますけども、一応本家と混ぜるということは想定されてないと思いますよということが書かれてましたね。ワールドワークラフトそのものはですね、まあ、世界最大の MMORPG でね、私が人生で一番長いことプレイしてた MMORPG でもありますけども、こちらの方の非常に魅力的なね、この各種族のところが今回のワールドワークラフトのまんまスモールワールドの方に来たということで、非常にファンの方も多いと思いますし、国内でしたらね、ハースストーンやなんかの方でねプレイされてる方も多いと思いますので、ね、この機会の特にですね、スモールワールドをプレイしてみるのもよろしいんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、今週ね、まだまだね国内ニュースありまして、こちらはですね、ケンビリさんですね、ケンビリさんの方がですね2つほど発表されていましたね。こちらの方がですね、スキタイの侵略者ですね、昨年の方に発表されていましたけども、スキタイの侵略者の日本語版の方がいよいよ発売が間近ですよということがアナウンスされていましたね。
ライダーズオブノースシーですね、北海の侵略者ですね、あれの本体と拡張セットをですね、もう合体してもう一回整理し直したということで非常にプレイしやすいですよというのは、私すでにも英語版購入してますので、英語版の方でご紹介しておりますけども、そちらの日本語版が2月の16日発送予定ということで、もうすぐですよね、このニュースからね、6300円税込み6930円ということで、すでに予約の販売の受付しますよということになりましたね。いやもうアナウンスからですね、発売までが早いですよねということになって、こちらの方もね、私レビューの中で言いましたけどね、もう日本語化するの大変だったんでね、カードね全部ね貼り直して作るの大変だったので、こちらの方のですね日本語版は素晴らしいんじゃないかなというふうに思いますね。これ本当にねプレイしやすくなりましたんでね、この方のシリーズの独特のねワーカーを置いた時に発動、そして抜いた時に発動ってね、ワンアクションで必ず2つできるっていうね、独特のワーカープレイスメントのね、この人ならではっていうところがあって、そしてそれが侵略していくっていうところの、ここのねバランスがうまくできてるんですね。しかもそんなに重すぎないっていうゲームなんでね、期待してた方も多いと思いますんでね、こちらの方もですね今回チェックしてみてはいかがでございましょうか。で、あともう一つですね、こちらの方もですねアナウンスされてましたけども、サンタモニカですね、こちらの日本語版の方もですね、これ同時なんですね、2月16日に発送予定ということでですね、今回予約開始ということになっていましたね。いやーこれね、もうラッシュ続きますよね、今月はね大変だと思いますけども、こちらサンタモニカね、こちらですけども、デザイナーの方がジョン・ウッドさんですね。このタイニータウンですね、これも厳密に出されてますけど、このタイニータウンのね拡張セットとかで参加された方なんですね。この AEG の方みたいですけどね、こちらの方とかね拡張セットでもジョン・ウッドさん名前ありますけども、彼の作品ということになっていて、非常にこれまだ夏っぽいアートワークなんですけども、カードドラフトしていきながらですね、自分のところねこのサマービーチみたいなところを作っていきましょうということになっていて、こちらもですね35分から40分で、ね、非常に軽量な形になっているカードドラフトとチェイニングっていうね、これねつながっていくんですね、セットしたやつがね、これのビーチっぽいようなところでね、まあ、すごい今寒い時期ですけどね、こうねビーチをくっつけていきましょうって、ね、キーフローみたいな感じのねアートワークに呼びますけども、このつながり方によって得点が入りますよっていうことになっている軽量級ゲームになってましたね。いやこの方のねメジャーデビューでね作品で面白そうだなというふうに思っていたので、これと機体の侵略者がほぼほぼ同時に出ますよということがアナウンスされてましたね。いやこれもなかなかねいいんじゃないですか。まあね、押し村ぐらいですね、もうちょっとねあったかい時期がいいかなというテーマのゲームではありますけども、このセットコレクションなんかのね非常にいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、もう一つですね、こちらねちょっとチェック漏れていたので、この期間で、ね、ご紹介しようと思いますけど、1月の13日ですね、こちらエンゲームさんですね、エンゲームさんの方がですね、もう今年の冬ですね、なんでまだだいぶ先ですけども、キャンバス日本語版を発売しますよということになってましたね。まあキックスターターで1万6000以上のバッカーを集めて注目作品ということで、そろそろもう日本の国内でキックスターター版でご購入された方は届いてるんじゃないかなというふうに思いまして、私のタイムラインの方でもキャンバス届いた、キャンバスまた届かないっていうね、つぶやきがよく見えるので、もう今頃入手している方もいらっしゃると思いますが、こちらの日本語版の方が今年の冬に出ますよということなのでね、キックスターターで決定していなくてちょっと気になってるなっていう方は少し待った方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。こちらがねキャンバスですね、1人から5人用になっててプレイ時間が30分で、ベラボーにこれねコンポーネントアートが綺麗なわけですよね。でここのところにこの絵を描くね、最近ちょっと何回か出ましたよね、この手のね絵を描くっていうね、アートを描くっていうタイプのゲームですけども、こちらの方もですね、カードドラフトをしながらですね手元の方に絵を作っていくというゲームになっていましたね。いやこちらもね非常に注目されてる方が多いんじゃないかなと思います。私ちょっとキックスターターの時はこれ見逃してたんですけどね、まあ、国内の日本語版が出るんであればその時に改めてチェックしてみようかななんていうふうに思いますね。はい、以上がですね今週のですね国内ニュースでした。じゃあ海外ニュースの方ですけども、一つ目こちらですね、こちらのワンラインゲームズさんの方がですね、ツイッターの方です、2月の6日の方につぶやかれていましたけども、ネクストのキックスターターグレインゲームズから出るやつはフィヨルドだよということが発表ここでされていましたね。まあ、いくつか注意書きもありますけども、こちらのフィヨルドがいよいよキックスターターの出るということですね。フィヨルドといえばですね、この2005年に出たこの作品ですね、2人専用のゲームになっていて、一回この島のね人形を作っていくと、タイルを置いていくってフェーズと、その後に自分の家と自分のこの囲碁的な陣取りしていくって、この2段階になる前半と後半があるっていうゲームで、まあ、非常に人気が高いのだが、入手性が非常に悪いっていうゲームなんですよね。これね一時期ね、レア化してプレミア化していましたけども、と言いますのはこれデザイナーのフランズ・ベンノさんですね、コンテナとか作った方ですけども、お亡くなりになってるんですよね。なのでこれもう再販難しいなとかですねいうことを言われていて、非常に残念だなと思っていた作品なんですけども、こちらの方がですね、この新しい新版が2021年出ますけども、こちらの方は2人から4人、もともとのやつもですねチーム戦があって2つあればフィールド4人までできるようなんていうねオプションも出されてたわけですが、まあ、そいつが標準版で入って4人までになって出ると、でどうやったのかなと思うと、このフランツ・ベンノさんはもう亡くなってるので、このフィル・ウォーカーさんがね
入ってやりましたということになってるんですね。で、このフィルウォーカーさんといえば、まあ日本だったらですね、このね、熊牧場とかね、ギズモとか、カカオとかね、イムホテッポとか、寿司ゴーパーティー、ああ、知ってるって方ね、いらっしゃると思いますけども、彼が今回これをもう一回出すということになって、このフランツ・ベンノさんのところがもう亡くなられているので、彼が新しく入ることによって再び出ると。まあ、これ素晴らしいですよね。で、しかもこれはギークのところに書いてますように、The game contains five new variants module designed by Will Walker になっているので、この彼が新しく設計した5つの新しいモジュールとバリアントも入っているよということになっているので、まあ、元よりはプラスアルファが入っているというので、非常に注目されていてですね、まあ、元々最近ね、1人ないし2人用のゲーム注目を浴びているわけですが、この 2人用で非常に面白かったこのフィヨルドが新しく手に入るというのはこれ素晴らしいんじゃないかなというね、これ要チェックゲームだなというふうに思いますね。そしてもう一つこちらですね、まあ、キックスターターのちょっと画面になってますけども、ヒューストン We Have a Dolphin ですね、2020年に私の方がね非常に感銘を受けたゲームのねいくつかのうち一つですけども、正体陰徳系のゲームなんだけども、プレイヤーの中にイルカが混ざってるんですね、ドルフィンが混ざってるんですよね。こいつがフロッピーディスクのところにイワシ突っ込みやがったために宇宙船壊れちゃったんですよね。で、このプレイヤーの中にいるこのドルフィンをどうにかして見つけ出すか、ドルフィンは人間全員を殺しちゃえばいいんですよねっていう例の作品ですよね。で、これのところがアプリを使ってプレイしましょうということになっていて、このアプリが英語だったので辛いなという話を思っていたんですが、こちらの方にですね、このキックスターターのページのところにクリエイターさんの方から追加でですね、2021年の1月31日の方につぶやきがありまして、ご覧ください、ほら船長任命ってなってます通り、アプリが日本語版対応しましたよと、アップデート Your App Amigoになってますけども、日本語版対応というですね、ここねサプライズジャパニーズオプションって出てますよね、いうことになって、サンクシヨシアさんってことになってますけども、いやーこれ非常に素晴らしいね。このアプリ化してるゲームいいんですけどもね、やっぱりこの言語依存があるとか非常に辛いということがねあるんですけども、そちらの方がですねなくなったということが、招待の時計のゲームであんま得意じゃないんですけども、これ非常によくできて思ってたんですね。そこがアプリでこう吸収されてるっていうところで良かったんですが、英語なんだよな、進めにくいなと思ってるところもこれで完全に解消されたということなので、この、ヒューストン We Have a Dolphin ですけどね、非常に面白い招待特権のこのドルフィン側と人間に分かれたっていうところのアプリを使ったゲームなので、これを機会にですね、いや気になってたという方はですね、入手してみるのもよろしいんじゃないかなというふうに思いますね。今週の、ね、海外ニュースはこの2つでした。さあ、キックスターターですね、キックスターター系のニュースの方をお知らせしましょう。一つこちらですね、マキーですね、まあ、これねご紹介しないわけにはいけませんね。しばらく前にもご紹介しますが、マキのセカンドエディションですね、リプリント with a new content ということで、今でもすごいなんかバラバラバラと数字まで上がってますけども、こちらの方にキックスターターの方が始まっています。私も始まってすぐキックしました。最近ちょっとねキックの方が控えておるんですけども、これはもう蹴るしかないということですね。このゲーム完全に一人用のワーカープレイスメントということで、ザ・ゲームギャラの方でもですねプレイ動画の方が上げていますが、こちらの方の街並みのところに自分のワーカーをね置いていって、指定されたミッションを達成する、2つのミッションを達成すれば勝ちと、日程が進めば進むほどこの警備やなんか厳しくなると、こういうゲームになってるんですね。で、ここのミッションの難易度によって、ブレイの中身が全然違うと。取ってこないといけない食料を持っていくのか、それとも重機を集めていくのか、それともどっかへ何かを運ぶのかで、まるで違うと。それともあちこち回ればいいのかなんて思って、このねミッションカードを変わることで本当に流れが違うっていうワークプレイスメントで、敵のね動きがまたよくできてるんですね。ここのバランスは非常にできていて、2020年のですねこの自粛の時代の時にですねかなりプレイしたんですよね。非常に面白くて、でもプリント&プレイしかなくて残念だなと申しておったんですが、こいつのセカンドエディションの方がキックスターター出ると、いやーこれが素晴らしいですね。でキックスターターになると新しくリソースが12個増えるということは、お部屋このねどういう部屋かっていうのも3種類増えるということは、中途やっぱり来ましたね、ミッションが4つ増えるということになってですね、なので合計18ミッション遊べますよということになってて、まあこれは外せないですよね。プリント&プレイでもねもちろん綺麗にできるんですけども、このね非常に完成されたということと、デザイナーにやっぱり還元したいということが私なんか強くあったので、こちらの方が一式入ったというののセカンドエディション。前のねファーストプリントの時本当に後から入手しづらかったですからね、このセカンドエディションというのがキックスターターの出ておりますということで、29ドルでした。ただし送料が後付けなんですね。なので送料が後からかかりますよということを、まあ、ご承知の上で、こちら気になる方はですねキックしてみるのもよろしいんじゃないでしょうか。一応完成は2021年の11月ということになっていましたね。いやこれ楽しみですね。こちらファーストエディションですね、2013年出たのが今回8年ぶりにね新しくキックスターターの方に出るということになっておりました。
で、もう一つこちらですね。いや、これもね、困ったな。やっぱ、キクサード始まっちゃったなとね、思っちゃうわけですけども、コアワールドエンパイアーズとコアワールドネメシスですね。こちらもニュースの方で一度ね、ご紹介しておりますけども、こちらのキクスターターがついに始まってしまいましたね。しかも2個一遍なんですね。これまた困ったなっていうことですけども、下の方にウェルカムホームトゥーザコアワールドユニバースってなってますけども、コアワールドそのものは2011年の作品なんですね。なんか随分息が長くですね、ファンが多くて、日本で全然プレイしてるの聞かないんですけど、私それでね、揃えていってるですね、非常に好きな作品なんですが、これいわゆるカードドラフトタイプのゲームですね。カードドラフトをしていって、自分とこの帝国の販路を広げていきましょうということで、今回の方は空軍と地上軍って2つあるんですけども、まあ宇宙軍かな、2つあるんですけども、そいつのところで次の惑星とか次の惑星っていうのをどん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 こう攻めていって、自分とこの力をつけていくっていうね、対人のプレイでやり取るっていうのはないんですね。共通にある惑星のところに帝国の販路を広げるために先行の早い者勝ちでどんどん広げていきましょうということになってて、非常に独特なです。拡大感があるドラフトゲームで SF の中で非常によくできてると思ったんですね。で、これの最新版の拡張セットということで、この2つコアワールドエンパイアーズとコアワールドネメシスが出ますよということになっていましたね。で、非常に面白いのはコアワールドエンパイアーの方はですね、これ一応独立拡張ということになってるので、まあしばらくね経ってますんで、まあ、元がなくてももう完全にプレイできますということで、これ一品でもね単体独立拡張ですよとかなってるんで、まあ、いわゆる リブートしたみたいな形になってるんですね。なんでこれはこれで新しくね、また全体のバランス調整されてるでしょうし、これやってみたいなと思いますし、こちらねまた困るわけですよね。コアワールドネメシスですね、これ一人専用なんですね。一人専用のデッキビルディングゲームですよとなっていて、まあ、そう言われればこのシステムギークの私としてはですね、もう超気になるわけですね。ソロエクスパンションですからね、これね一人専用なんですねっていう形になっていて、こちらね本当に一人ですかね、本当に一人用で60分から90分ですからね、一体どういうゲーム展開が待ってるのか、一人でどういうデッキビルディングしていくのかっていうのが気になっていますんで、こちらのね2つのコアワールドエンパイアとコアワールドネメシっていうのもキックスターターの方で始まっていますので、ただしですねこれ原稿依存はかなりあります。いわゆるもうほとんどのカードにねもう効果はバリバリ書いてありますので、ただし種類はそんなに大きくありません。デッキ構築型なのでね、ドミニオンぐらいの種類しかないんですけども、全部ユニークカードではないので、翻訳量そのものは多くありませんけども、基本的には日本語貼るんであれば全部のカードで貼るしかないっていうタイプなので、そこのところの翻訳の労力はかかりますが、まあ、それがあっても面白いゲームじゃないかなというふうには思います。今週のキックスターターゲーム以上ですね。で、今週ちょっとね1個だけピックアップゲームで、ね、最後にご紹介しようと思います。こちらですね、ジキル VS ハイドですね、2021年ですね販売予定になってるゲームですけども、これしばらく前にもねご紹介しておったんですけども、非常に気になってるんですよね。まあ、ジキル&ハイドっていうねテーマのゲームは結構あるわけですけど、これよく見るとジキル VS ハイドになってるんですね。同じ人だろうとかね思わなくもないですが、ジキル VS ハイドの方は2021年発売予定で、2人専用のトリックテイクゲームなんですね。また2人専用のトリックテイキングゲームとはね、またまたよくできてきたなという感じがするわけですけど、これジキル側とハイド側で目的が違うんですよね。片方のプレイはもちろんトリックテイキングしていくわけですけども、トリックテイキングの差が大きい方がいいんですよね。勝った負けたので、もう一人のキャラクターの方は勝った負けたのトリックテイキングの差が少ない方がいいんですね。例えば10トリックやるんだったら5勝5敗の方がいいんですね。例えばもう一方のキャラクターは8勝2敗あるいは10勝0敗の方がいいですね。つまり差が大きい方がいいのか差が小さい方がいいのかっていうのが全く役目が違うということになっていて、この全然非対称の勝利条件に向かってプレイすると、これなかなかねトリックテイキングないわけですよね。2人用のトリックテイキング最近じりじり増えていますが、その中でも少し異色なんじゃないかなという感じがします。で、ピックアップに持ってきましたのはこのジキル VS ハイドですね。ボードゲームアリーナにもう入ってるんですよね。まあベータ版ということになっていますが、2021年発売のゲームですけども、早々とボードゲームアリーナの方にも入ってベータ版でもプレイできるようになっているので、2人からプレイできますんでね、このボードゲームアリーナのアカウントをお持ちの方はですね、ちょっと興味があるなという方はですね、プレイしてみるのもよろしいんじゃないでしょうかね。私もちょっとねまだね実際ボードゲームアリーナでプレイできてないので、キンキンプレイしてみたいなというふうに思います。はい、というわけですね、ボードゲームニュース2021年2月7日版をですねお届けいたしました。まあ今回ですね、いよいよねこの2月3月のですね国内ボードゲームの方が一気に発表になりましたので、そちらの方を中心にお届けいたしました。まあ、早くねこのねじゃあの緊急事態が終わってね自由にプレイできるようになるとありがたいですよね。はい、というわけで今回ですね、ボードゲームニュース2021年2月版の配信をお届けいたしました。ザ・ゲーム・チャンネルの春99でした。
はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。